木曜日に隔週でお伝えをしています美術館へ行こうです。今回は松岡美術館で現在開催中の印象派とその時代をご紹介します。今日は松岡美術館にやってきました。ご案内いただくのは日下さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は印象派とその時代をご紹介しましょう。早速ご覧いただきましょう。お願いします。こちらの美術館は明治生まれの実業家松岡清次郎さんが一代で築かれた1800点もの美術作品があるんですよ。今日はその中から印象派の企画をご紹介しましょう。印象派の絵っていうのはどういった絵のことを言うんですか？描く対象の周りの空気や光の変化など描く人の心のままっていうかね、そんな感じでこう描くイメージなんでしょうかね。まず最初にご覧いただくのはこちらの作品なんですよ。はい、空の王者と称賛されたブータンなんですが、戸外で制作することで新鮮な空気や光の変化を描いたような先駆けの画家なんですよ。海の手前の明るい光、そして奥にこれからなんか嵐が来るような雲の感じ、もうアトリエの中ではとても描けないぐらいのこうリアルな臨場感を感じませんか？そうですよね。こういうお天気、海ならではですもんね。そしてまた、ね、波もすごく本物っぽいです。手前のこの船の独特の動きもよく描かれてますよね。このブータンが古代の制作に誘ったのが有名なモネなんですよ。あのモネですか？この作品がモネの初期の作品なんですが、彼が小さい頃移り住んだノルマンディーの、ね、田舎道を描くっていうんですよ。ちょっと宇都宮さん近づいてご覧になってください。はい、筆はすごくタッチはこう荒くてね、一個一個何が描かれているかちょっとわからないような感じですよね。そうですね、ぼやっとしていて。でもね、今度離れて見てみましょう。そうするとぐっと奥行きが出て、奥にある光る空、そして手前の森のこうシーンとしみりした感じ、よく出てますよね。そうですね、急に立体的になって、またこの歩いている時間帯まで分かりそうな感じですね。魚住さん、最後に思わず微笑んでしまうような作品ご紹介しましょう。わあ、何でしょうか、気になります。ルノアールのリシュアンドーテの肖像です。可愛い女の子ですね。女の子のように見えるんですが、これはルノワールの知り合いの作家の息子さんの肖像なんですよ。え、男の子なんですか？はい、当時ね、上流階級では男児を女児風の格好にさせてこう見せたりするのが流行してたそうなんですね。これはね、油絵ではなくパステルで描かれてるの分かります？あ、本当ですね。ほっぺたのこうね、ぷくっとした感じの柔らかさがよく伝わりますね。柔らかい光の中で一瞬の子どものこう自然な表情、それがとってもよく出てますよね。今日は印象派の時代の流れが分かるような企画、ご覧になっていかがでしたか？作家さんの心を通して描かれた印象派の絵は、その時の時間や天気、それから温度までもが伝わってくるような気がしました。私の想像もいっぱい膨らみました。ぜひ皆さんも会場にいらして、新しい手法を目指した画家たちの光や色彩、そして筆のタッチ、ぜひ間近でご覧になってはいかがでしょうか。